やりすぎ都市伝説2015冬でオリラジのあちゃんが語った都市伝説。今では誰もが知るところとなった大企業ソフトバンクとマクドナルド、この2社の CM を見ない日はないと言っても言い過ぎではないだろう。ソフトバンクの創業者といえば孫正義では、一方のマクドナルドの創業者といえば孫正義氏ほど表立った活動をしていなかったので知っている人は多くないだろうが、藤田伝という人物だ。すでに亡くなっており、現在は違う人がマクドナルドの経営を担っているが、マクドナルドの急成長を支えたのはこの藤田伝である。まだ日本にハンバーガーという文化が定着していない時代に、海外からハンバーガーを持ち込んだ人物こそが藤田伝であり、今のマクドナルドの経営基盤を築き上げた知る人ぞ知るビジネスマンなのだ。孫正義氏がまだ若かった頃からすでに成功を収めていた人物であり、今の孫正義氏の成功はこの人なくしてなかったと言われている。孫正義と藤田伝が出会ったのは、孫正義がまだ学生だった頃である。孫正義は小さい頃からお金持ちになりたい、成功者になりたいという願望を強く持っており、大成功を収めているマクドナルドの経営者である藤田伝に成功の秘訣を直接聞きに行ったのが二人の最初の出くわいだという。この時点で孫正義の大成功は約束されていると言っても良いだろう。お金持ちになりたいからお金持ちに成功の秘訣を聞きに行く、実にシンプルであるが非常に効果的である。藤田伝と面会した孫正義は彼にこんな質問をぶつけたという。お金持ちになりたいのですが、僕は何をしたらいいですか？シンプルイズベスト。その問いに対して藤田伝はこう答えた。これからはインターネットの時代だ。だからそれを学びなさい。当時はまだまだインターネットも今ほど普及しておらず、今のように一家に1台以上はパソコンがあるような環境ではなかった。この言葉を聞いた孫正義は、日本よりも進んでいたアメリカに留学し、インターネットの知識を学ぶことにした。そして、晴れて日本に戻った孫正義は、通信回線の会社を立ち上げ、大成功を収めると、その後ソフトバンクを設立したのだ。では、彼ら、藤田伝と孫正義が実践している究極の成功法則とは一体何なのか？それが78:22の法則である。別名、ユダヤの法則と呼ばれるこの法則は、ビジネスに限らず多くの重要なものがこの比率で形成されているという。例えば、大気中に最も多く含まれるのが窒素である。この窒素は大気中のおよそ 78% を占めており、それ以外が 22% なのだ。つまり、78:22なのである。この割合が自然環境を保つのに最も適正だと言われている。他にも、人体の中にある善玉菌と悪玉菌。この2つの菌の割合は、善玉菌 78% 対悪玉菌 22% なのだ。このバランスが崩れると、人は体調を崩すと言われている。さらに、経済、富裕層が保有する資産は全体の 78% であり、一般層が保有している資産は全体の 22% であるという。この2つのどちらをターゲットにするかにより、ビジネスの方法が大きく変わってくると言われている。こんな風に、地球上のあらゆるものには78:22の法則が当てはまっており、これを巧みに利用することでビジネスを成功に導くことができるのだ。ではマクドナルドとソフトバンクはどこにこの法則を用いているのか。一昔前、マクドナルドの急成長に一役買ったある大ヒット商品が発売された。その年の流行語大賞にも選ばれたサンキューセットである。名前の通り390円というお手頃な価格で販売され、一躍大ヒット商品となった。この時代はちょうど500円硬貨が普及した時期であり、多くの人がワンコインで購入できるサンキューセットに魅了された。500円を支払いサンキューセットを購入するとお釣りは110円である。390円対
110円。この比率こそが78対22なのだ。そして藤田伝の後継ぎ者ともいえるソフトバンクの孫正義、最近発売されたペッパーというロボット、このロボットを開発するにあたりフランスのとあるロボット開発企業を買収したのだが、この時の株式の購入割合も 78% だったという。そしてこのペッパーというロボットには少し変わった機能が備わっており、それが笑顔を数値化するというもの。この機能を説明する際に孫正義自身が会見を開き、実際に笑顔を数値化するシーンを披露したのだが、その時の孫正義の笑顔の採点がなんと78点だったのだ。これはビジネスの成功とはあまり関係なさそうだ。こんな風に成功した企業の多くは何かしらの法則に従っている場合が多い。特にユダヤというのは資本主義を設立した張本人であり、ビジネスマンとしての素質はどの民族よりも長けている。そんなユダヤが編み出した法則であれば効果抜群なのも頷けてしまう。